ごきげんよう、わらわちゃんです。本日は3月21日、わらちゃんのリアルガチ誕生日というわけで、週末恒例、飲みながら1週間を振り返ろうでございます。今週いろいろ忙しかったので、本来昨日出さなきゃいけなかったのが1日ずれて今日になっちゃったのでね、もうちゃっちゃと撮ってちゃっちゃと出していこうかなと思います。今週のお疲れいっぱいはこちら、横浜ビールバイセン。その名の通り横浜のクラフトビールですね。これはいろんな種類の5本セットぐらいを組長が誕生日プレゼントで買ってくれました。そして今週の簡単おつまみはこちら、ボリボリキュウリ。今回は時間がなさすぎて組長が作ったボリボリキュウリのお裾分けです。それでは皆さん、今週もお疲れ様でした。確かに書いてある通り酵母感がすごい感じれますね。ではボリボリキュウリもいただきます。そりゃうまいわ。味で言うならキュウリのキュウちゃんの上位互換って感じで、食べ応えもあってかなり美味しいです。これは組長がリスペクトしてる料理系 YouTuber のまかないチャレンジっていうチャンネルの河原の阿部さんという方がレシピ本で出してるやつなんですね。これだったらわらわでも作れそうだなって思うんで、家のキュウリが取れたら自分でも挑戦してみたいですね。これいいな。それでは今週出した動画を振り返っていこうと思います。まずはですね、先週のこの飲みまとめ動画にもコメントいただいたので、そちらからね紹介させていただきたいと思います。わらわちゃんお疲れ様です。自家製の梅酒とはすごいですね。アボカドのおつまみもヘルシーで、確かに女子向けの組み合わせ。自分はちなみに昨夜は梅酒の炭酸割りを飲んでいました。偶然にも、というわけでシンクロですね。今日はこの漬物とビールというかなりおっさんじみたものを食べてるんですけどね、先週は珍しくアボカドとクリームチーズのおつまみにカルピスと梅酒を使ったカクテルというね、かなり女子女子した女子だったんですけど、今週1個目の動画が100円ショップセリアのアイテムだけで机をスッキリさせるという収納動画だったんですけど、1回ちゃんと掃除しても何日かとか1週間とか経ったらまたぐちゃってするっていうあるあるあるじゃないですか。でもあの動画を撮ってもう1週間ぐらいになるのかな、全くまたごちゃごちゃになったりせずに、かなりセリアのアイテム優秀だなと思いました。わらわが1週間机を綺麗なままでいさせられてるっていうのは本当にすごいことよ。こちらにいただいたコメントを読んでいこうと思います。使い方を考えて配置を工夫し、さらに見せ方まで考えているわらちゃんの発想、見事です。ありがとうございます。化粧品をポーチに入れてたりとか、あの見えない引き出しとかに入れてると、結局あれどこだっけってなってガサガサ探しちゃうんですよ。プラスチック製のクリアケースだと一目瞭然で何がどこにあるか分かるっていうのがかなりいい感じですね。もう一つコメントいただいてます。素晴らしいアイディアだ、ありがとうございます。コスメ、スペース、収納とかで調べるといろんなね100均のアイテムとか使った収納のアイディアが出てくるんで、結構それを参考に、でも自分だったらこうだなっていうのを入れてやってみたんで、そういう他のアイディアとかも見ても面白いと思います。そして今週2つ目の動画が弾き語り動画、ジュジュさんのラストシーンっていう曲をカバー、今回はアコキでカバーしました。ジュジュさん結構高校生の時から好きで、っていうか母親とお姉ちゃんが好きなんで、その影響でね CD 貸してもらったりとかでかなり聞いてたんで、こちらもコメント読ませていただきます。わらちゃんこんばんは、お疲れ様です。素敵な歌唱にギター演奏グッド、ありがとうございます。もう一つ上手くなったなということでありがとうございます。毎日毎日弾いてるけど全然上手くならんやん、全然ここ弾けるようにならんやん、全然コード弾けんやんっていうので、動画撮る時に何回も撮り直してムキーってなりながらやってるんですけど、それでもコメントとかでどんどん上手くなってるとか、コードの押さえ方がちゃんと聞こえるようになってるとか、周りの人がそう言ってくれることで実はちゃんと成長はしてるんだなって思えるから、本当にコメントの存在はありがたいですね。ビールって最初の方は酔うために飲むものだと思ってたから全然味とか分かんなかったんだけど、この動画始めていろんなビール知って、なんか飲んでみると
違い分かりますね。本当にその酵母の感じすっごいあって、で飲みやすくてこれ美味しいですね。今週の動画のまとめ終わったんですけど、まあ、まだまだビール残ってるので、先週いただいたね動画で紹介しきれなかったコメントも読ませていただこうかなと思います。マイメロコスメとクロミちゃんコスメで半顔メイクしてみたっていう動画にもコメント新たにいただいたので、こちら紹介させていただいて紹介させていただこうと思います。どっちも可愛いねということでありがとうございます。半顔ずつ顔を隠したら別人ですね、メイクですごく雰囲気変わるんだなということでありがとうございます。2点中のかなり初期の方はビジュアル系のイベント、 V 箱と呼ばれるビジュアル系メインのライブハウスとかでやらせていただいてたんですけど、男女関係なくメイクってすごいですよ。でも最近はなんか韓流系の人とかジェンダーレス系の人とか普通の男子でもメイクする時代になってるから、より素顔が分からなくなってますよね。全部飲み切っちゃいました。ごちそうさまでした。ボリボリキュウリもいただきました。ごちそうさまでした。はい、というわけで今週は1日遅れての飲みまとめ動画だったんですけど、ファンの方からすごく評判がいいので、1日遅れてもねなんとか続けていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで今週も1週間お疲れ様でした。明日からまた1週間頑張っていきましょう。それまで。お互いに